本当に空みたいに澄んだ青の NMB 時代の思い出も蘇りますし、プロに近いどす黒い青の思い出もあるので、本当に青春だったなって思うので、青なんだなって、いろんな青が詰まってるなって思ってます。もともとすごい芸能界絶対なりたい、アイドルになりたいっていうわけじゃなくて、オーディションを受けて、本当にまさか自分がアイドルになるなんて思ってもなくて、始まりは本当にその軽い感じからだったんですけど、やっぱり7年9ヶ月活動していく中で、もう途中からどんどん本気になっていって、初めて人生でこんなにもなんか夢中になれたので、これを絶対頑張りたいとか、これが本当に楽しいとか、本気になれるものがなかったので、 NMB が初めて本気になれた場所だなって思ってます。でも選抜総選挙の影響はすごくありますね。最初の数年間は自分がランクインできるとも思ってないので、悔しいとか全く思わなくて、でも同期の中でランクインする子が出てきて、絶対アンダーガールズに入りたい、選抜に入りたいとかいうふうに思うようになってから、悔しいっていう感情がどんどん出てきましたね。人間らしくなったなって、もう自分でも知らなかった自分の感情がどんどんグループの中で出てきて、本当にいろんな感情を呼び覚まされました。アイドルになって何がね、本当に学べたっていうか、褒められたりとか認められることによって自信がつくから、さらに輝けたりとかしてたので、自分のことをこんなに認めてくれる方々にこんなにたくさん出会えるなんてなかなかないので、アイドルじゃなかったことを考えたら逆に恐ろしいですね。自分のことを一生認められてなかったと思います。やっぱり最初は結構ロリっていうか、ツインテールしたりとか髪の毛も長くて結構可愛い路線だったんですけど、自分の中ではどんどんこうじゃなくてこういう路線で自分は本当にやりたいのになっていう葛藤があって、でいきなり髪の毛を切ってみたりとか、最初はやっぱり求められてることは違うんだろうなっていうのは分かったんですけど、自分はどうしてもこうなりたいからと思って、そういうふうにどんどん進んでいって今に至るって感じですね。よく感じてたのは、支え合ってるなっていう風に、皆さんが辛い時とかに私のその映像とかを見て励まされたって言ってくださるみたいに、私も握手会とかこうコメントとかで何をしても好きって言ってくれたりとか、そういうなんか全部を受け止めてくれてるところにすごい安心してたし、それに助けられてたので、お互いに支え合ってたんだなっていう風に思ってます。卒業するってなって、将来の夢何ですかって聞かれて、もう芝居のお仕事をしたいですって言ったりとかすると、あ、女優志望なんですねって言われたりとか、結構ネットとかでも卒業後は女優を目指していくっていう風に書かれたりすることが多いんですけど、今はなんか一つに絞れるほど自分の考えがこうギュッてなってないっていうか、女優さんっていうそんななんか神聖なものをこう自分がなんか軽々しく口にしていいものじゃないなっていう風に思います。今はまだお芝居をしてみたいなっていう気持ちの好奇心の方が強いですね。ずっとステージで眩しいスポットライトを当てていただいてきて、それがその人生がすごく長くて、そろそろ違う景色が見たいなって思う時に出会えたのがお芝居のお仕事で、ずっと違う誰かになれたらいいのになって思ってたので、あ、こういう生き方もあるんだなって気づかせてくれたのがお芝居でしたね。でも学生役はやってみたいなって思ってて、今しかできないんじゃないかなって思ってしまうので、学生役に惹かれます。自分のことを応援してくださってる方も、もちろん明るい方もいらっしゃるんですけど、暗い方とか自分と同じように悩みがあって、それをきっかけにしてくださってる方が多いので、自分のその内々の部分はこれから先ももっとこう発言っていうかしていきたいなって思ってます。人間の話もっとしたいですね。ツイッターとかでこれつぶやきたいなと思ってこう書いたりとかするんですけど、あ、これちょっと今やめた方がいいなって思って下書き保存溜まってるのとかが結構あるんで、それとかを全然こう送信ボタン押せるようになるのが楽しみですね。多分つぶやき多くなっちゃうんじゃないかなって思ってます。私もアイドルになるまで、アイドルってこんなになんか奥の深いものだってことを分かってなくて、もっとなんかニコニコした輝かしい世界なんだろうなって思ってたんですけど、全然そんなことなくて、明るい話ばっかりじゃないんですけど、そこだからこそより一層分かるアイドルの魅力が皆さんにも伝わったらいいなって思ってますし、私のこの数年間の記録なので読んでくださったら嬉しいです。